今日お前ら俺様だ。ここは映画館の前だ。今から妖怪ウォッチの映画を見に行く。エクセレント。映画を見てきた。劇場内はほとんど子連れで、俺様はかなり浮いていた。ケータ君とジバニャンのエピソードでは普通に涙が止まらなかった。エクセレント。